この中を荷物を持って山登りか。この試練は私の武器を探すためってトレーナーさん言ってたよね。マックイーンさんも山頂でこの発電機を待ってる。よーし、ちゃんと運んでしっかり恩返しするぞ。さてトレーナーさん、あとは待つだけですわね。でも驚きましたわ、こんな風変わりな訓練をあれほどの勢いで頼み込まれるなんて。ここまでして北さんの能力を深く探りたいなんて相当な入れ込みようですもんね。でも踏破はまず無理ですわ。重荷を担いでの雪山踏破、波の馬娘ならば3号目が限界。そしてまだデビューもしていない今の北さんなら。これ重い。おみこし担ぐのよりきついかも。でも負けない。負けるもんか。今の北さんの力ならば5合目というところですわね。ええ、あの子には今のところ飛び抜けた能力はありませんわ。でも言葉では言い表せないものを感じますの。なんというか核のようなものを。その核で4合目、そして持ち前の根性で5合目。そこが限界。それでも十分立派ですわ。意識がもうまだ半分を少し過ぎただけなのに、ここまでなの。トレーナーさんが私のためにお願いして用意してくれたのに。マックインさんも待ってる。ここで諦めていいの？ううん、よくない。もらった恩を返さない。父さんも父さんのお弟子さんたちもそんなことだけは死んでもしない。一つでも恩返しは、一歩でも前へ。最後の最後までそれをやり続けなきゃ、私は私じゃない。だから、うわ、諦めるもんか。最後の最後の最後の最後まで。もう紐を打ちかけていますわ。そろそろ終わりにしましょう。おそらく5合目前後で動けなくなっているはず。監視しているスタッフに連絡して麓のレストハウスに運ぶように。どうしましたの急に。マクイーンさん、遅れてすみません。発電機お待ちしました。北さん、あなたまさか自力でここまで。はい、思ったより全然きつくて時間かかっちゃいましたけど、これで少しでも恩返しになれば。トレーナーさん、特訓ありがとうございました。それで私の良さってこれで分かったんでしょうか。用もありませんわね。こんな無茶をやり遂げられるタフさを持った馬娘は他にいませんわ。なるほど。でもタフさってレースで武器になるんでしょうか。スピードとかにはあんまり関係ないような。レースの前、走る前の準備ということは、つまりこういうことですの？北さんに鬼のようなトレーニングを課して、その中で武器を生み出そうと、あのブルボンさんのように。はい、お願いします。私を思い切り鍛えてください。誰にも
も負けないもの作りたいです。絶対トレーナーさん、マックイーンさん、ありがとうございます。これで私少し希望が持てました。これから鍛えて鍛えまくって、ちゃんとした武器を身につけて試してみたいです。本当に私の力が一番の憧れにも通じるのか、一緒に走ってみたいです。あの